どうなんだろうって思ってたんですけど、はい、やばいです。これいいですね。こちらの車、車両本体価格が、はい、続いてやってまいりました鈴木スイフト。もう青い、眩しいです。あ、これスバルじゃないですか、ね、いやスバルある青じゃちょっとないじゃないです。確かに、はい、でもしかもスイスパって言ったら私結構黄色のあのビビットな黄色のイメージがあるんですけど、青なんですね。青かっこ、やっぱ私青好きなんで、ゆいちょむちょ、あ、やっぱ知ってます。これスバルじゃないですか。じゃないですけど、そうですけど、はい、やっぱ青かっこいいですよ、このスイスポの青。黄色じゃない点もポイント、私個人的ポイント、モテポイント、絵先的モテポイントは高いです、はい、当てになるかならないかならないかわからないんですけど、まあかっこいいです。やっぱ青がいいです。はい、まあ、というわけで、まあね、ちょっとね、チューンされたスイスポのご紹介ということで、はい、まあね、本当に外装はほとんどノーマルです。はい、はい、見た目本当に特に、うん、これって純正オプションじゃないですか。どうだったかな、なんか純正オプションだったような気もあるような、ね、このアイラインですか。そう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 、これちょっとシュッとするんですよ、このアイラインが、はい、っていうところと、まあ、あとはね、あのホイールがレイズさんのグラムライツ、あとは後ろに行くとトラストさんのグレッティのウィング。トラストなんですね、これね。見てください、これカーボンですよ、ね、ドライカーボン、軽そう。ウェットカーボン、ウェットですね、はい、すごいですね。あとはあの HKS さんのマフラーが入ってますんで、あ、じゃあ一通りこう、はい、外装はいじられてるという。そうですね、あとはあの車庫帳が店員さんの、あ、はいはいはい、車庫帳入ってますので、はい、あ、はい、なるほど。まあ、普段使いもよし、はい、サーキット行くもよしと、なるほど、はい、いう仕様になってますんで、いいですね、はい。なんか見た感じ GRB の時よりもなんか広そうな、うん、屋根が上が広いのかな。あ、そうか、これがやっぱりなんか圧迫感ないですよね。ないないない、全然、これぐらいですよ、僕普段多分座るとしたんですよ。じゃあだいぶ後ろも広々と乗れて、うん、で運転席シート、これ純正のシートですね、スイスポの、はい、なんか広いですね、運転席周りがやっぱり、なんだろう、全然多分私が乗ってる車より全然広いですね。で、この辺もおしゃれじゃないですか。おしゃれですよ、ね、これも、あれ、これ純正、純正なんですか。これ純正のステアリングです。スイフトすごいですね、はい、でそのリングみたいなのは違うよね、うん、これはリングは車外で、うんうんうん、だからこことこう、この辺とかも、はい、その辺もシール、カーボンシール。でもこれレザー調の赤ステッチがやっぱりスポーツカーっぽくて、はい、これかっこいいですよね、はい、私も赤ステッチ大好きなんで、はい、あとはね、メーター類なんかも、うんうん、はい、かなり正直スポーティーですし、まあ、260キロギア比的に出るのかという疑問は若干あるんですけど、まあ、まあ、でもこれでもそのまま、はい、純正のまんまこれ で, 純正ですから、はい、すごい。あとはね、足元に行くとあのモンスターさんのこれ見えますか、はい、ペダルが、はい、へー。あとこの車は本当にもうナビもこれ8インチで大きいナビついてますし、ね、まあ、あとはドラルコも前後ついてるし、ててやることないなって。レーダーとかは、あ、レーダーはねついてないんですよ。ついてない。でもレーダーとか言えば、はい、もう安全に高速も走れて飛ばしすぎはダメですよ。軽くって、そうですね、速いから。これ何馬力っていうんですか。これは純正だと140だったかな。140で、はい、特にいじってるわけではないから、はい、それぐらいで。そうですね、まあ、マフラーが変わってる分ちょっと変わってるかもしれないぐらいですね。へ、うんうん、エンジンかけてみて、エンジンかけてみちゃう、はい、ちょっとあんまり背がないのでで、かけますよ、はい、これもボタン式で、はい、プッシュスタート。はい、あ、でも音とかもめちゃくちゃうるさいわけでもなく、結構スポーティーな音しますよね。そうそう、パンって感じで、はい、かっこいいですね。これ 1.4 リッターターボですよね、山中さんね。はい、1.4 ターボです。 K14C っていうエンジン、ね、そうですね、S クードのエンジンですね、もともと。私あんまり鈴木の車が詳しくないので、スバル車以外はアウトオブ眼中だった感じですか。そうそう、まあ、アウトオブ眼中かもしれないな。頑張るだって勝負しねえよって感じですけど、はい、おちょっとこれいいっすね、乗ってきましたね。ザキさん、ちょっとこのマネ大会やりますいいですよ、私はめちゃめちゃ好きなんで、はい、結構負けない自信もあるんで。なるほどなるほど。あとね、これね、距離もね、まだ全然走ってないんですよ。そう、私も今エンジンかけて思ったんですよ、29,500 なんで、3万いってないぐらいで。じゃあ鳴らしが終わったぐらいです。そうですね、これからちょっと踏んでっていろいろいじれる、はい、と思います。これで平均燃費 15.6 ですよ。意外といいな燃費。ここもうメーターがデジタルで出てて、そうです、すごいですね。じゃあ今から、はい、試乗に行ってきます。はい、行きましょう。あー、意外とマフラーいい音するね。いい音する。揉むねー
下り。変わらないですよ、変わらない。ミラジーノはちなみにマニュアル？あれオートマですよ。あら、オートマでしたか。ボディー剛性感はどうですか？ボディー剛性感、まだちょっとしか乗ってないですけど、うん、まあ、インプと、まあ、比較したらまたちょっとあれですけど、剛性はしっかりしてますよ。確かにインプがない。インプはありますよ、ね、ありますよ、大丈夫ですよ、ね、でもこんなに軽くてコンパクトなイメージがあったんですけど、しっかりしてて、確かにこれ高速とかでも全然出せて、しっかり運転できそうですね。訂正があります。この車990キロじゃなかったです。970キロでした。970キロ、もっと軽かった。え、もっと軽い、そんな軽いんだ。実質軽、名言が残りました。スイスポは実質軽だそうです。これ悪い意味とかちょっと。いや別に悪いなんて一言も言ってないじゃないですか。実質軽、正直マジでその180とか乗り出し200で新車だったら、マジで軽自動車と同じ値段でこんだけポテンシャルが高い車乗れるんだから。だって今 K だってフルオプションしたら300近いですから、ね、マジで今そんな高いの？そうですよ。しかもだって今本当にスポーツカーとか値上がりしてるじゃないですか。確かに。でも乗れないじゃないですか、まあ、私の好きなあの漫画に出てくるような車って。漫画に出てくるようなボロい車、ボロくて高くてパーツのない車乗れないじゃないですか。まあそれはそう。確かにね、そう考えるとめちゃくちゃ高くないですか。でサーキット行く人でタイヤとかもめちゃめちゃかかるじゃないですか。そうそうそう、車両価格で抑えられてる。でもってかっこいいじゃないですか、このライトとかも。そうだから、スイスポはいまだにそのなんだろう、車好きが欲しい価格帯で良い車を出してくれるのがなんか鈴木のイメージですよね。確かに。やっぱ86とかは、まあ、新しくて乗れるスポーツカーって感じですか。そうやっぱ値段がちょっと高いじゃないですか。確かに200新車で買ってきて100万かけたら全然早いっすよ。RB より踏んでますからね。踏めちゃうの、踏みやすくなっちゃう。軽いから、しかもこんだけ乗ってても、まあ、なんか人乗ってる感じないですもん。今山田さんしか乗ってないぐらい。後ろだって2人いるんですよ。確かに、スタッフもいるから今4人乗ってますけど。フル乗車、フル乗車で。いや、あれですね、女の子あれです、横に乗った時文句言わないですよ。言いましたね。じゃあこれで文句言われたら江崎さんのせいです。じゃあ責任取れますよ、これ。彼女に文句言われたら。これでもデートカーですよ。お、じゃあこれで、じゃあ文句言われたら江崎さんがお買い上げしてくれる。じゃあ、はい。責任も3台分の結果に。1台を手放すっていう選択肢はない。私できないんで、私愛着持っちゃって捨てられないタイプなんで。なるほどね。とりあえず同社の意図をたどるんで。すげえ、早い。乗りやすさっていうと全然、正直やっぱり、すばりちょっと、不戦必要というか。ね、買えるくらいの、もうすぐ入れたら、はい、はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。はい、はい、江崎さん、実際にじゃあ人生初鈴木スイスポ、場内での会仕事の時しか動かしたことしかないので、路上で運転するのは初めてでした、本当に。お、じゃあどうでした、スバルしか乗ってない、ない私江崎さんから見た、して、はい、やっぱ見た目がどうしてもやっぱコンパクトじゃないですか。あ、まあ確かに。だからしかも軽いって言ってたんで、はいはい、ちょっとパワーどうなんだろうって思ってたんですけど、はい、やばいです、これいいですね。そう、トルクもあるでしょ。すっごいありました。すごい低速からね、フッて立ち上がってくる、上がって直線なんかフォッと速くて、はいはい、しかもさっき4人乗ってたんですけど、フルで乗ってたんですけど、乗ってる感じないぐらい、うん、なんか踏まなくても全然前進んでくれて、で結構ちょっとカーブ何回か通ったんですけど、頭スッて入って、そうそうそう、いやこれ山とか速い、サーキット速いのまだ納得でした。めちゃくちゃなんならインプレッサ乗ってる時より踏んでましたからね、こう思わず踏みたくなっちゃう。軽いんだよ、踏めちゃうんですよ。確かに確かに。これいいですね。で
あれですよね、お手頃で値段とかも。そうなんです。そうですよね、はい、おいくらなんですかこれ、はい、ちなみに、はい、こちらの車車両本体価格が160万円で、乗り出しの総額180万円でやらせていただいております。まだ車検もね、ちなみに1年あるんですよ。すごい、はい、じゃあ車検はやっぱ7回でお金かかっちゃいますから、ね、車検あれで180って、それでスポーツカー乗れるのって、はい、今の時代なかなかないと思うんで、はい、私めちゃくちゃこれはおすすめします。尾崎さんのモテポイント話してどこなのか、はい、全体的にやっぱり何街乗りもできてスポーツもできてって感じなの でモテ度ポイント100点満点中これは80いきます。おー、これ私ありです。正直3台目としてあり乗りたいなって普通に思いました。あくまで増車なんです。増車です、売る気はないです。他の車を。はい、ということで、あの車のモテポイントまで熟知している江崎さんの貴重なお話ありがとうございました。次はね、いじったスイスポを乗ってもらおうと思います。あれ、2回目のスイスポですか。チューニングしたらこんなに速くなるよって乗っていただこうと思います。でもお手ポイントは下がりそうですけど、ちょっと楽しみですね。チューニングすると下がるんですか。やっぱり世の女の子目線でいくと、ね、やっぱりね、やっぱ何事も純正が一番だと思うんで、まあ、世の女の子は2台も3台も持ってないですからね。まあ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 、まあ、江崎が言う、今日は一般の女の子代表して、今日はそうです、今日も目線で、はい、わかりました。じゃあチェックしていきたいと思います。じゃあ次もスイスポらしいので、はい、ちょっと楽しみですね。はい、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービス。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。